現在関東地方で短い時間のかなり激しい雨となっております。で現在の雨雲の様子ご覧ください。この時間なんですけれども、関東地方はこのように帯状に伸びる非常に強い雲があります。こういった雨雲なんですけれども、雨の強さ見てみますと、こちらが10時までの10分間に降った雨の量です。現在さいたま市で10分に8ミリの雨を観測しております。これがもし1時間降ったとしますと、時間50ミリぐらいに匹敵するような非常に強い降り方、激しい降り方ということになります。まあ、その他鴻巣で10分、同じく8ミリ、さらに群馬県の黒骨、こちらでも10分 5.5 ミリとなっておりますし、東京の多摩エリア八王子でも10分に 4.5 ミリ、まあ、1時間もしこれが降れば30ミリ近い雨に相当するような強い降り方が帯状に出ている状況となっております。でこの雲なんですけれども、全体的には北東方向に動いておりまして、この後11時の雨雲の様子見てみますと、このラインですね、このラインの雨雲の下ではかなり強い降りになることが想定されます。現在東京23区内は雨はそれほど強まっていないところ多いんですけれども、この後昼頃にかけて雨のピークを迎えそうです。非常に強い雨としてはこの1時間ぐらいで、まあ、ピークは超えていくんですけれども、まあ、その一時の強まりはかなりなものになりそうですので、まあ、水はけの悪いエリアなどは道路冠水などにお気をつけください。で関東の雨は午後になりますと雨雲の主力東の方に離れていきそうです。最新の気象情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。